皆さん、こんにちは。あなたは好きな人を前にして常に冷静でいられるでしょうか。某有名漫画のように何度も生まれ変わって何度も同じ状況を繰り返しているのなら、好きな人に対しての絶対正解だと思える対応を前もって準備できますよね。でもそんな漫画みたいにうまくいかないのが現実。好きな人を突然前にしてとっさに冷静でいられなくなるのが、まさに恋をしている人間の特徴だと思います。さて、今日は女性が脈ありの相手に対してとっさにしてしまう反応について解説していきます。冷静でいられないからこそコントロールが効かなくて出てしまう反応っていろいろあるんですよね。動画の一番最後では稀なケースについてもご紹介していきますので、ぜひ最後までゆっくりご覧になってくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、顔が赤らむ。女性は好きな人を前にすると顔や耳が赤くなってしまうことがあります。これは明らかに自分自身でコントロールできない現象なので、とっさに起こりやすいのです。人間は恥ずかしいと感じた時に交感神経が優位に働いて体中の血の巡りが活性化されます。リラックスしている状態に副交感神経が優位になっているのと真逆で、体も精神も緊張している証拠であり、そのせいでより集中力を高めるために脳の方にも血が集まり顔が赤らんでくるんですよね。好きな人を目の前にして突然緊張状態になった女性なら、とっさに顔が赤らんでしまう可能性はとても高いと言えます。どんなに緊張しないようにと思っていたとしても、どうにもこうにもコントロールできないものなんですよね。2、よく視線を送ってくる。どんなに見ないようにと思っていても見たくなってしまうのが恋心です。誰でも好きな存在や気になる存在ができてしまうと、ついつい気になって見てしまいますよね。これはたとえその対象が人ではなくて物や映像でも同じことですよ。気になるという本心を 100% 隠すことはできないんですよね。例えばその気になるという気持ちの本性が嫌いだからだとしても、実は同じなんです。全く興味がない場合なら気になるという感覚さえないから全く見ないんですよ。でも嫌いで敵視していると、何か落ち度を見つけてやりたくてじっと見てしまったり、警戒しているから存在をチェックしたりするんですよね。ものすごく嫌いな場合って直接目は合わせないようにはするとしても、やっぱり見てしまうんです。ただ強く執着するほど嫌いっていうのはかなり極端な例だと思います。一般的に興味がないとか苦手と思っているくらいなら、やはり見ないようにする場合の方が多いと思いますから、目が合ってしまうとか視線を感じるなんていう場合はプラスの意味がある可能性の方が有力だと思います。 3、 前向きな言葉をくれる。女性は好きな人の前でネガティブな気持ちにはなりにくいです。これはドキドキとかウキウキする気持ちが強いからというのもありますし、相手にネガティブな印象を与えたくないという気持ちも関係しているんですよね。前者のドキドキが影響する部分をもっと細かく説明すると、幸せホルモンが関係しているんです。恋をして楽しくなってセロトニンがしっかり分泌されると、自律神経の乱れも整えられていきます。これはストレス解消にもつながり、気持ちが前向きになることにつながってくるんです。考え方がポジティブになるので、相手にも前向きな意見を与えられるようになります。また好きな人に元気になってほしいとか、好きな人には笑っていてもらいたいという気持ちが生まれるのはやはり当然だと思うので、その気持ちがネガティブな発言を遠ざけるというのもあるんですよね。4、全然怒らない。好きな人にはついつい甘くなってしまうものです。例えばちょっと遅刻しても全然平気と言うし、借りていた本にコーヒーをかけてしまっても怒りません。約束を忘れたり連絡を忘れていても何も言わないかも。あなたがごめんと謝らなければいけない状況を作り出したとしても、大丈夫だよと言って笑ってくれる女性はきっとあなたに相当ハマっているんですね。甘さのレベルは人によって違うと思いますが、恋は人のトゲトゲした部分を丸くする力があるみたいです。でも時々その力が強く効きすぎて丸くなるどころか溶けてしまう女性もいると思います。恋に溺れて狂ったら何も起これなくなって本質を見失ってしまうので危ないですよね。5、連絡をくれる。女性は本当に好きでつながっていた相手には積極的に連絡するんです。
送るのは我慢と内心思っていても常に LINE を送るきっかけについて考えてしまうし、いつどんな時でも連絡したくなっちゃうんですよね。しかも女性は自分に全然連絡が来ないと、その間に他の誰かと連絡をしているのかもと不安に思ったりもします。だから本当なら連絡をずっと途切れさせたくないと思っているんですよね。ただ相手の男性の性格によってはあまりしつこく送ったらダメだよねと思ってセーブする場合もあると思います。それでも男性の方から送ってきた時には間違いなくすぐに返信をするでしょう。忙しい時を除いてすぐに既読にするし、丁寧に内容を書いて返信します。間違ってもそうなんだとか、なるほどと途切れてしまいそうな書き方では返しません。 6. 女らしさをアピール。女性は男性の前で本能的にメスになります。つまり相手のことを魅力的なオスだと認識していれば、とっさに女らしさを見せつけてくるということです。では女らしさとはどういう部分でしょう。例えば声が細くなるとか、笑い方が上品になるとか、あとは姿勢が良くなるとか、作業が丁寧になる、言葉遣いが綺麗になるといった感じですね。関係性によってはわがままを言って甘えてきたりもするかもしれません。恋愛対象と認識していない男友達の前では大きな声で手を叩いて笑ったりする女性だって、好きな人の前ではもっと女を意識して控えめになるんですよ。何でも話してくれて、たくさん笑ってくれて、一緒にいてとても楽しい。でもそれだけで恋愛対象になっているかというとそうではないんですね。結局はどれだけ女を見せてくるかが肝心なところなんです。 7. 初めて二人きりになる時のいろいろ。女性のとっさの反応を説明する上で、好きな人と初めて二人きりになる時をちょっと想像してみました。例えば初デート。初デートで女性はもしかすると食欲がない素振りを見せるかもしれません。これはまさに緊張のせいなので、具合が悪い仕草がない限りは心配しなくても OK。 しかも心が打ち解けてくると食欲も普通に戻りますから、自然と食いしん坊な一面を見せてくれるようになるはずです。またトイレに行ってメンテナンスをする頻度が多いかもしれません。好きな人の前で何度も手鏡で顔や髪を確認するのも恥ずかしいですから、ちょっとトイレと言って立ち上がることが多くなるんですね。でも実はこれらの行動は脈なしの場合でも当てはまるんです。楽しくなければ少しでも離れたいからトイレに行くし、食事を楽しむ気持ちが生まれませんから満面の笑顔でおいしいとかきっと言いませんよね。これらを踏まえつつ、肝心なのはまた会ってくれるかどうかですよ。脈あり判断は決して焦らないようにしましょうね。 8. 話をよく聞いてくれるし覚えている。女性は好きな人の話を聞き逃したくありません。なので真剣に楽しい話もふざけた話も聞いてくれるでしょう。しかもその話を材料にして次に遊ぶ約束を計画したりもするはず。次に会った時に前に話したことを覚えていてくれるという反応があるなら、なおさら脈ありの可能性は高まります。女性という生き物は喋るのも好きなので、好きな人を前にするとたくさん喋ってしまうこともあると思います。伝えたいことや知ってほしいことが多いから無我夢中で喋ってしまうかも。でも相手のことを思う気持ちがあるなら、間違いなく男性の話を引き出そうとする姿勢を忘れないはずです。もっと聞かせてとか、〇〇さんのお話すごく楽しいなんて言ってたくさん話を聞いてくれるはずですよ。おまけ、稀なケースをご紹介。好きな人に対して自信がなくて喋れなくなる、顔を見られなくなる、 LINE を全然送らない、褒め言葉も言えないと、こんな特徴が当てはまる女性も絶対にいます。こういった女性は自分自身に自信がなくて、自分が恋愛で幸せになることに対してあまり積極的になれない人なのかもしれません。もしくは好きなのに一歩踏み出す勇気がなかったり、男性の前で女を見せるチャンスを見失っている女性もいますね。稀とはいえ間違いなくこういう人はいるのです。ただそれは脈なしとかただの友達とも紙一重で、かなり見分けが難しいと思うので、男性側もなるべく分かりやすい脈ありアプローチをしていくことをおすすめします。良くも悪くもあなたの好きが相手にはっきり伝われば、女性だって自分の気持ちをはっきり出してくるはずですよ。以上、女性が無意識に出てしまう好きサインについてご紹介しました。
大半の女性は恋愛に積極的であれば好意的なサインをあなたに見せてきてくれるはずです。女性が隠さずに見せてくれるこれらのサインをぜひ見落とさないようにしましょう。一つ一つのサインを集めていけばよりスムーズにいい関係を築いていけるはずですよ。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。